싹 하면 진짜 素晴らしいぞ 威力強い 素晴らしい このガトリング ジャニーさんのトラの中間のシーです。今日はですね、こちらのバトル趣味ネーター久しぶりにやっていきたいと思うんですけど、見ていただきたい。こちら、動物の武器ということでですね、スーパーアップデートが来ております。動物に武器をつけられるようになるというね、神アップデートが入りましたので、今日はこれで遊んでいきたいと思います。こんな感じでですね、ちょいちょいつけていきまして、本日主役になるのはこちら、 ガトリング<笑>最強の生物Tレックスにガトリングを付けたらどうなるのかという奴を見ていきましょう。さあ、それでは早速見ていきましょう。まあ、実験台になるのはいつもの人狼ちゃん。いきますよ。スタート。さあ、どうだ。秒殺。噛む前に倒しました。素晴らしい。これだよ、これ。思ってたの。さあ、次はですね、古文の仇とばかりにミノタウルスパイセンがやってまいりました。ミノタウルス、どうだ。かぶり噛んだ。瞬殺。<笑> ガトリング当たってたかな、今。ガトリングで削って、噛みつきで一気に殺すっていうね、エーペックスみたいな戦い方です。おー、素晴らしい。お牛も一撃。いや、これ強すぎん。<笑>さあ、続いて巨人の登場です。どうでしょうか。どうぞ、どうぞ、耐える、耐える。耐えるけど、体が変な方向に動いちゃった。<笑>さあ、ちょっと対空性能もね、見ていきましょう。どうだ、ワイパン。 お、飛ぶ飛ぶ飛ぶ飛んで逃げるが、おお<笑>逃がさねえよと。<笑>強っ。ここで真打ち登場。最強生物ヒドラ。さあ、これはどうだ。おっと、これは変えますね。さすがヒドラパイセン。ガトリングにもめげずに果敢に立ち向かって、強すぎる。ヒドラめちゃめちゃ強いんだよ。やっぱ空から行かないとダメか、これは。行くぞ。空から、ドヨー。<笑>空から行けない。<笑> 強っ。ガトリングも強いんだよ、やっぱ。やっぱここは最強生物の一角、ティタノボアちゃんでしょ。行くぞ。ボアちゃん頑張れ。お、いいぞいいぞいいぞ。あ、いいいいいい。体が細いからガトリングに当たらないっていうね。この、さあ、噛みついた。素晴らしい。素晴らしいぞ。ボアちゃん頑張れ。うわ、めっちゃ上のスパイク活躍してる。最後今、スパイクで倒さなかった。これまで何度もやっぱね、最強生物を下しているね、ワニちゃんとかね、ここはもう、デスロールを見せてもらう。お、ワニ吹っ飛んだ。すごい。<笑> やばい、一方的じゃん。嘘。何にも太刀打ちできない。いつもTレックスを下してくるワニちゃんなのに。ちょっとじゃあ魔王で行くか。魔王ファイヤー使えるかね。これファイヤーでなんとか対抗していって。うわ、吹っ飛んだ。一方的。<笑>この、やっぱTレックスのこの戦い方とガトリングの相性が良すぎんじゃねえか。尻尾で吹っ飛ばして一方的に当てていくっていうね、作戦勝ちだよね。いや、もうこれはね、数で行くしかないですよね。スパルタ戦士ならやってくれるはず。いけ。いいぞいいぞ。すごいぞ。足元に入ってしまえばね、ガトリング。さあ、足元にも当たってる。<笑>最強か。ガトリング最強か。いや、スパルタ戦士すべて。うわ、神殺されてしまいました。いや、強いTレックス。 なんとかね、こう人間の小ささを生かして足元に入っていけば、どうだ、突撃する前に敵が吹っ飛ばされてんじゃねえかよ。馬だけが戦ってる状態だよ、これ。ちょっとこの辺でね、箸休めにアンブレラおじさん行ってみましょうか。行くぞ、おじさん。さあ、逃げる逃げる逃げる、逃がさねえよ。<笑>逃がさねえよとして、ふっと。<笑>アンブレラおじさん、やっぱ面白い。あ、じゃあちょっと人類最強軍とね、戦ってもらえますか。行くぞ、軍隊、よ、ダメだ。<笑> ダメだ。<笑>ダメだ。人間で太刀打ちできる。あ、倒した。<笑>毒ガスでなんとか最後倒したね。命と引き換えになんという感動物語。ちょっと人間の体力じゃダメすぎるから、やっぱここは原始人の力に頼るしかないね。こいつらにやっぱやってもらうしかない。<笑>ダメだな、やっぱ下っ端じゃ無理だから。<笑>ちょっと今やってみただけ。まあでもレベル2のこの辺くらいから結構戦いになってくると思うんですけど、どうでしょうか。おっと、いけ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 。うわー、ボー、足元、そうだ、足元入れ。足元に入れば、ちょっと、あー、<笑>踏み潰されている。<笑>この辺からはかなりいい戦いになると思うんですけど、どうでしょうか。ほら、いけ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 。うわー、買われてる、食われてるけど、頑張れ頑張れ、ウルバリン、ウルバリン頑張れ、残り1匹。ダメだー
やはりここは同じ飛び道具で対決していかないとダメか。おら、おわ、いいぞ、トールハンマー、トールハンマー、トールハンマー、いける、いける、いけない。いけそうだったな今。頼むよゴロちゃん、ゴロちゃん頑張って、頑張って、パチパチ、そう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 、いけるの、いける、お、頑張る、入る、頼む、殴る、殴ったのにな。大量のイノシシをぶつけてみるっていうのどうでしょうか。どうでしょう、頑張れイノシシ。あ、いいぞいいぞ、ちっちゃいから、的がちっちゃいから当たりません、ガブリ。さあこれはいけてるんじゃないか。何気に一番前線してる気がする。あー、フットワンだ。そうなんだよな、フットワシがあるんだよ、 T-Rex。 いやでも動物の群れいけそうじゃない。トラちゃんどうだ、頑張れ頑張れ、足元入ってきて、頑張っていけるよトラちゃん、いける、あ、頑張っていけそう。あー、ダメか、いけそうだったぞ今。白クマちゃんどうでしょうか。白クマちょっとこの辺りからやっぱ的が大きくなっちゃうからね。的が大きくなるとガトリングの時期にやっぱなってきちゃうよね、こういう風にね。粘るは粘るけど、ちっちゃい方がやっぱ良さそうだな。なんかもうここはあえてのキリンの群れとかでどうでしょうか。いけそうだ、頑張れ。あははは、キックしてる、頑張れキリン。あ、めっちゃ応援したくなるキリンちゃん、頑張ってキリンちゃん。あはー、ダメか。かわいい、足届いてないもんね、デレックスに。やっぱり小さい群れといえばアリさんですね。アリさんならいけるはず。さあ頑張れアリさん、上がれ、飛べるしね、アリさんね。あ、飛んでも、しかしスパイクに刺されている。これはきつい。スーパーイモムシどうだ、いけ、スーパーイモムシ飛べ、よしよし、いけるぞ、噛みついてる。ダメだ全然。ダメじゃん、もうイモムシ最近全然ダメ、この子たち。クモどうですか、これいけるんじゃない。頑張れ、強いからね、クモ結構毒あるし、毒あるけど吹っ飛ぶ。あ、やっぱ恐竜には恐竜ですかね。行きましょう、パラサウロくん頑張ってくれ。そうだそうだ、あ、いいぞ、押してる、あ、これは初めてピンチなんじゃないか、 T-Rex。 やっぱり恐竜だったか、これは。おー、いけ、体力あるんだね、やっぱり恐竜は。オッケー、いけそうですね。やっぱさっきキリンが面白かったんでね、これはデカブツと対決していった方がいい。あ、顔に当てていく、しかし負けてません。キックに対抗していきましょう。さあ、やっぱでかい分ね、的にめっちゃ当たるけど、でも体力ありますからね。ブラキオさん首が上がってしまったか。これまでの戦いを見てるとね、これラプトルかなりいけそうな気がしてる。さあ、いいぞ、ちっちゃいから当たりませんからね、ガトリングに。さあ、尻尾に噛みついていく。これは初めての展開、嫌がってますよ。ああ、吹っ飛ばされてしまったが、今良かった、かなりいい試合。さあ、アロサウルス行ってみましょう。どうでしょうか、アロサウルス。さあ、これはどういう展開。あっと、一匹も倒、あ、ちょっと待って、いい位置に入っているよ。ガトリングの脇に入るという素晴らしい作戦、アロサウルス、頑張れ、いい作戦だった。ちょっと一度に失敗した。あのまま脇に入ってればいけたのにな。やっぱこれはもうスピードパイセンに頼るしかないですね。パイセンお願いします。さあ、パイセン、ガトリングをものともせず顔に噛みついていく、素晴らしい。あはは、ダメか。こうなったらガトリングで夢のバトルしかないでしょう。ということで、スピードパイセンにもガトリングつきました。さあ、どうだこれは、いい試合、やっと、あー、すごい、ドローです。ちょっともう一回行こうか、もう一回、いけ、頑張れ。さあ、どっちが勝つのか、これは。さあ、どっちだ。あーっと、スピードパイセンが勝ちました。さすがパイセン。さあ、ちょっと最後はガトリング砲つけまくって遊んでいきましょう。どうでしょうか、大量のガトリング砲をつけた。いいね、強い。素晴らしい、このガトリング砲、まさに化け物。これならゴローちゃんの群れもいけるんじゃないか。さあ、どうだ。おお、頑張れ、来るぞ、肉の壁が襲ってくる。しかし、なんとか勝ちしていく T-Rex。さあ、どうだ、ガトリングの威力を見せてくれ。これ倒せたらすごいですよ。これを倒せたらすごい。あーっと、これは最後の一匹を今打ち終わりました。めちゃめちゃ強い T-Rex。やばー、これ面白い。はい、というわけでね、まあ、こんな感じで、まだね、いろんな武器隠し持ってますから、次回もね、やってきますので、ぜひ見てくださいね。ということで、今日はこれにしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日この辺でまた見てね。バイバイ。